はい、同人生活です。ということで続きからやってまいりましょう。デッドフォールアドベンチャーズということで、お宝がねこの近くにあるはずなんだよな。あるはず。こっちか。わあ、なんかゴゴゴって言った。あった、普通にあった、普通にあったけど、そこ抜ける、危ない。オッケー、回収しました。パスオブライト全部集めましたよ。やったね。ということで、あとライフとライトがあれなんだけど、一つだけね宝物の位置が書いてないやつがあるんだよな。さてさて、一体それはどこにある、何なのか。有力説としては多分ライトの方だなと俺は思うけど、これを渡るのか、どっちだ。ちょっと待って、道的にはどうなんだ、こっちの方。あ、こっちだね。お宝はこっちにある予感だけど、はっ、なんじゃなんじゃこりゃ、なんなんだ。え、こ、あ、ここ撃つの。おお、ああそういうこと、乗って撃てと。ごめん、もう一回。あれ、あ、そんなバカなちょっと待って、一回こっきりですか。え、そんなバカな、え、頼むよ頼むよー、嘘だろマジかよ。ということで宝物を取り逃しました。はい、さてじゃあどこへ進めばいいんだ。この上か、よいしょ、コンプリートできると思ったんだけどな。あれ乗っておかないとダメだったのか。危ない危ない危ない。あれ？でもどうやって登るんだこれ。あれどうやって登ったっけ？登ってたような気がしなくもないんだけど。あ、あれ？ん？いや、こっちじゃないもんな。あ、こっちか。あ、なんか、やばげな予感。大丈夫これ。大丈夫だったっぽい。なんだこれ。意味はない。あ、でも開いてないな。あ、もうそうか。宝は取りそびれたから、まあいいのか。ん？よくわからんぞ。あ、もう置いたわ。普通に置いたわ。オッケー。開いたぞ。どうした？ここ絶対なんかあるでしょう。どうしたどうした。頭蓋骨とレバーだ。わかった。そう、それじゃあ任せるわ。これを押すと多分2つ分回るんだなきっと。ほい、何も起きないこと。よし、オッケー。ほい、よし。で、あともう一つ頭蓋骨を手に入れたいんだけど、これでいけるんじゃない。いけないね。あ、いけるか。いけそう、いけそう。いった、いった。で、もう一つ頭蓋骨を乗せると話が進むんじゃないかな。
もうどうしたどうした。ハンサムで賢い、それが俺だろ。それに謙虚だすね。飽き申した。あー、また出たこれ。は？は？なんだこれは。あー、上とか下とか回してなんかあれしろってやつか。さあこれは一体なんだ。こっちじゃないな、多分こっちじゃないな。あ、多分こっちな気がする。この、あ？違うかな。これじゃないんだよねきっと。わからんぞ。ちょっと回してみるまでわからんぞ。これかもしれない。あ、これっぽいな。逆か？なんか惜しい。なんか惜しいな。ちょっと回りすぎじゃない？回りすぎだね。あっち、あっ、あっ、そうじゃないんだよね。ごめん、そうじゃないんだわ。違うな。あ、これで回していけばそのうち当たるんじゃないかな。この辺りだと思うんだけどな。これか？あ、違うな。え？どうなってる？逆か？もしや逆のパターンか。こっち側ってやつ？あー、なんか意味わかんなくなったな。何今の学校って。なんか惜しい気がするけど違うんだよな。わからん。なんだこれは。完全にこれじゃないな。え？なんじゃこれは。これはなんじゃ。え、完全に難しいんだけど。完全に難しいんだけど、これ。ちゃんと押して。ちゃんと押して。やばいな、完全に難しいぞ。多分こっちじゃねえんだよな。多分縦にしないといけないから。違う、下か。もう一回転刺して、こうか。これで、やっぱ逆か。これでいいのか？うん？違う気がすんな。何？え？回しすぎて、ダメだと、こういうことになるのね。そういう感じか。おお、それはよかった。この海岸線、南米か？そうみたい。多分、グアテマラね。でも、この渦みたいのは？さあ、だが、ドクターハーゲンに聞くと、きっと長い話になるだろうな。とにかく心臓を持って巨大冷蔵庫から出ていこう。ここで南米って聞くとマジで魅力的だぜ。待って、メモしておくわ。心臓は？心臓はあの下にあったんだっけ？ハーゲン危ない。なんかお前やられそうな気がするぞ。見つかりましたか？そんなことはないか、ええ、でもまだ終わりじゃないみたい。欠片がもう一つ残ってるのよ。それと見て。渦、実に興味深い。
以前聞いた話だが、伝説の沈没した。後にしろ、ドクター。とりあえずこっから出よう。だろ。どうぞお先に、お嬢さん。あら、紳士的ね、コーターメイン。この心臓の効果かしら。つか、ロープを持ってくるってのはそういうことだったのか。あ、やっぱり。一体どういうつもりだ。異物を渡していただけますか、ミスター・クォーターメイン。銃を構えようなんて考えてはいけませんよ。さもないとこの遺跡の壁をフロイライングッドインの血が赤く染めることになります。ハーゲン貴様、裏切ったらこのクソ。はいはい、わかりましたから、おとなしく異物を放っていただけませんか、ミスター・クォーターメイン。恐縮です。グッドイン、やめろ。貴様、先にナチスに捕まるように祈っておけ。俺に捕まったらお前の命はないぞ。彼らは私を捕まえられませんよ。なぜだ。スタインは私が国家を裏切ったことを知っていましたが、あなたのおかげで彼は死んだ。私の裏切りを知る者のほとんどあなたが殺してくれたのです。あなた方の小さな機関にはこれからも私を助けてもらいたいものですな。でもまずは旅行にでも行きますか。今の時期のグアテマラは素晴らしいって誰かが言ってましたしね。さようなら、ジェームズ。ハーゲン、ほら、立てるか。ハーゲン裏切りやがった。もう最悪。まあそんな気はしてましたけどね。おお、また銃を持った連中か。もううんざりだ。はい、ということで、どうやらドクターハーゲンに裏切られたようです。ていうところでね、時間が来てしまいましたので、続きはまた次回ということで。はい、それではまたね。